はい、こんばんは、山亮と申します。さあ、郵便いろいろ雑談動画 YouTube ってことでね、やってきますけど、久しぶりにこれを収録になってますけどね、今回はね、新書について語りましょうということでございますね。いやー、これね、難しいんですよ。多分ちょっと時間かかるかなと思いますけどね。ね、よく言われますよね。郵便は新書で、ね、新書をくれるのは郵便だけですとかって言ってね、よくこれ問題になりますよね。ヤマトとかとも揉めたこともありますよ。メール便とかでね、揉めたこともありますし、いろいろとあるんですけど、でも、なんかよくわからんけど、UL ってサービスとかもあったりするわけですよね。で、UL の場合はこれ新書じゃないんですよね、とかというね、複雑なところがあるんですけど、じゃあ、そもそも新書で送れるものはどうなのかとかっていうときにね、新書って何なのっていう話を、しっかりとしないと、これは分かりにくいんじゃないかなということで、実際これは専門的に扱ったって分かりにくいところだということなんで、ある程度ここで、ね、分かれるようにね、説明できたらなと思います。一応ね、図でまとめてね、最近の お得意のパターンでね、まとめてみたんですけど、多分これだけ見てもピンとこないと思うんで、実際この図ここら辺にガチッと出しながらね、説明していこうと思います。ちょっと汚い字ですいません。新書というのはね、ニアリーコードでこれはね、手紙というものになってくるということですね。で、対局としてあるのはチラシとか荷物っていうのが、一応対局っていう扱いになってくるのかなということになります。で、新書便法っていうものがありまして、これに基づいて新書便というのが決められます。で、特定事業者による新書の送達に関する法律っていう法律がありまして、これによって、最終的に、基本的に、新書というものは郵便局でしか取り扱えないよというような、本来ね、独占禁止法とかあるんちゃうかってなるんですけど、そうじゃなくて、郵便というのはそういうふうにして守られてますよっていうことなんですね。で、新書の定義っていうのは難しいところなんですが、一応ね、定義自体はあるんです。で、まず、ざっくりとね、書いてあるのが、特定の相手、宛先に渡すものでありますよということです。ですから、例えばビラみたいにそこら辺にね、パーッと置いて、あるような、様式のものというのは違いますよ。でも、いや、待って、荷物だって宛先書いてあるし、わかるやないかってね、いうところなので、じゃあ、なんやというところなんですけど、ここでね、さらに詳しく書いてある定義っていうのがあります。これは郵便法の方にあります。郵便法第4条第2項に、このように記載があります。特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書というふうになります。これが、新書というものの定義ということになります。法的な定義はこれになります。難しいね、書き方になってますけど、差出人の意思を表示して、事実を通知するということで、要は、簡単に言うと、通信として使う手紙。ね、通信として使われる手紙のことを、これは、新書と呼びますよということなんですよね。難しいですよね。具体的な例というか、余計ややこしいやないかって思われるかもしれませんけど、大体こんな感じで、ダイレクトメールっていうのは基本的にはですから、皆さんにバーって困るものを、封筒に詰めて、その人に送ってるっていうものは、これはダイレクトメールの扱い、DM の扱いになってくるんで、セーフなんです。ただね、ここからね、さらにややこしい話をしますよ。例えば、これでも、新書だよっていうふうに、見なされるケースがありますから、お気をつけください。それが、例えば、DM でも、本文に名前書いたら、これ、新書で使いになっています。だから、同じみんなに配る DM でも、ね、あれじゃないですか、名前だけパパパーと印刷書いてね、これは、丸々様にとっての、大事なお知らせですとかって言ってね、書いて、いつもご利用いただいている丸々様への、いつもご利用いただいているお客様への大切なお知らせですって書いてあるやつはいいんですよ。でも、いつもご利用いただいている丸々様への大切なお知らせですってなると、これは個人の人、その人に対して作ったものってなるんで、その時点で新書になっちゃうと。ややこしいですよね。さらにこれややこしいのがね、DM とかでバーッと印刷したものに、例えば、ちょっとね、営業の担当者の人がね、ぜひ見てくださいね、丸々さんもぜひ見てくださいねとかって手書きで、添え書きをしたと。すると、本文じゃなくて、その添え書きが、新書という扱いになるんで、はい、アウト
なるんですよね。難しい、めちゃくちゃ難しい。さらに難しい話をしましょうか。履歴書の話があります。まあ、これがね、一番新書というものを表しているのなんで説明させてください。聞いたところで最初聞いてもええってなるかもしれませんけど、まず簡単に言うと、求職者、履歴書を送る場合に求職者が求人者へ送る、履歴書というものは、新書に該当しますが、求人者が求職者へ対して送る、履歴書というものは荷物という扱いになって新書に該当しません。なんだこれはってなんだこれはってなりますよね。これがね、究極難しいんですけど、これがまあ一応新書というものがどういうものなのかが分かりやすいかなと思います。求職者というのは、要はこれから採用してほしいね、私クビになりました、会社クビになっちゃいました、新しい会社を探しています、ぜひ雇ってくださいと言って、じゃあ郵送で、履歴書をまず送ってくださいね、書類選考しますからって言って、はい、じゃあお願いしますって送るやつ。これは私はこういう人間で、あなたの会社にぜひ雇っていただきたいということを書いて送るんで、これは通知だからです。だから新書なんです。ところが例えば、はい、で、ね、採用者さんが見ました、ね、採用者さんが見て、山田亮太、なんやこんなおさんくさい YouTube とかやっとるの、ちょっとこんなやついらんわとなった場合ね、あ、すいません、ね、おめえみたいなやついらねえよとさすがに言わないと思いますけど、一回だけ言われたこと、似たようなことを実は一回だけ言われたことありますけど、ね、びっくりしましたけどね。バイトの面接でありましたけどね。で、実際にはね、ああ、恐れ入ります、ちょっとこの度はご縁がありませんでしてとかってね、いうような、場合もあるかと思うんですけど、それでね、まあちょっとすいません、この度はちょっと、ね、採用の方を見送らせていただくことになりましたということで、また機会がございましたらよろしくお願いいたしますみたいな感じのことを言いますよね。私も採用を断るときはこんな感じで言ってますよ。ね、でしたけど、で、その時に、では、履歴書ね、昔はね、そのままじゃ、シレーダーかけときますよというようなね、話があったもんですけど、最近はね、一応個人情報の取り扱いということで、送り返すケースが増えてますということなんですね。で、送り返す。ですから、不採用になった人に、それを送り返すっていう場合は、これは、この履歴書自体にはね、もうただ単に、あ、もう、要は、送り返したい、ことによってその意思を示すようなものではないという扱いになるんですね。いや、ただのものを返すってことになるんですよね。だから何せその履歴書に書いてあることを、その、ね、送られてきた、ね、人が見たところで、その人の意思が伝わるわけじゃないんで、ですから返送する分にはこれは、荷物扱いにできるんですね。あとは、荷物扱いにできる例としたら、そういった、採用しましたよって言ってね、その履歴書で使うことはあんまりないんですけど、請求書の場合が多いかな。請求書とかでわーっと集まってきたやつを、ある程度まとまったら、倉庫に移動するっていうケースあるんですよね。所定の倉庫のところにもう保管しとくって言って、全社分集めてね、支店分とかまとめて集めて、倉庫にドーンとしまっとくっていう倉庫を作っとくっていうケースがあるんですよね。で、その場合、請求書っていうのは、新書に該当するんで、新書として郵便で送られてくる、まあ、直接手渡し私の方が多いですけどね。で、なりますと。そのやつを保管するのに書類としてまとめて送るときには、これは新書じゃなくなるということですね。これから送るときには、その送られてくるときには、あなたにこれだけの額を請求しますっていう意思を持ったものになるんですけど、それを、ね、ああ、わかりましたよって言ってね、処理が終わった後に、請求書の処理が終わった後に、保管、何年間か保管しとかなあかんっていうようなケースの次に、保管場所に、倉庫に送りつけるっていうときには、これは新書の扱いにはならなくなると。いうことですね。ただしなんですよ。この場合はいいんです。倉庫の場合はほとんどそれでいけるんですけど、さっきの採用の話ね、こっちの履歴書の方の話に戻すとややこしいのが、じゃあ求人者から求職者に送り返すときに履歴書自体はいいんです。ただ、例えばあるのが、返送によって、あなたは不採用でして、
要は発想を持って返させていただきますみたいなね、感じの場合の時ですよね。書類を発送して、まあ、もし、不採用だった場合は、もう書類で、ね、その履歴書とかの書類選考、書式をそのままお返しして、で、まあ、一筆でね、この度は不採用になりましたというようなね、ことを書きましたら、この書きました紙が信書になります。ね、ですから、例えばその前もってね、電話を入れてね、この度は不採用となりましたっていうようなことになったときに、そのまま書類を入れて、何も書かずに入れといたらいいんですけど、そこに例えばこの度不採用となりましたため、書類を返送させていただきますみたいな、告知文を入れると、この告知文が信書になります。から、一概に求人者から求職者へ送るね、履歴書なんやから、これは新種に該当しないからいいやって言って、黒猫瓶でね、送ろうとかって思っとったらね、それにね、ちょっとこのまた機会がございましたらとかって書いたら、その人でアウトです。黒猫さんも捕まっちゃいますし、あなたも捕まっちゃいますし、非常に厄介なね、めちゃくちゃめんどくさい、法律になってるんですね。これは本当にいろんな人権に絡んでるあれなんですけど、じゃあただね、一つだけね、言っとかないといけないのが、実は信書を扱えるのはじゃあ郵便局だけなのかって言ったら、厳密に言うと違うんですよということですね。で、郵便っていうのが扱っているのは一般信書便事業っていうものになってきます。いわゆるこの普通の郵便配達ですね、これは完全郵便局を独占してるんですが、実は、特定信書便事業っていうのが別にあるんですよ。同じ信書の中でも大きく2つあって、この特定信書便事業っていうものには民間業者も導入が入っています。ですから、よくその役所が主張するのは、これが入ってるから何も完全なる独占ではないっていう言い訳に使われるわけですね。まあ実際にはシェアで言ったら 0.1% にも満たないんじゃないかな、っていうようなところなんですよ。全体その特定信書便っていうのはね。何かって言ったら、詳しくはね、書いてあるサイトとかを見てもらった方がいいと思うんですけど、バイク便とかですね、確か1通700円以上になるもので、その受け取ってから配達するまでの間に一定時間内、今2時間以内だったかな。ですからバイク便の人が入ってもらって、そのままピューッと運んで、はいどうぞって届けるようなやつで、なんかチャーターとかになってからね、すごく高いお値段になってくるじゃないですか、ね、そういうやつとか、あとはね、レタックスの、レタックスは、郵便局の、サービスですけど、いわゆる電報ですね。電報っていうのも新書の扱いになってくるんですか。では NTT がやってるんですよね。で、電報っていうのもあれ何年とかってね、結構いい値段かかってきますけど、あれも、一応その電報という形で、局までは届くんですね。まあ、NTT に関してはもともと同じ郵便局なんでね、そうなんです。 NTT は電電公社になる前が、通信省で、通信省のところに貼って、で、もともとが定信省って言って、同じ郵政省と同じ仲間だったんで、だから結構施設が隣やってること多いんですよね。うちもね、郵便局の隣にね、NTT のね、昔からある NTT の、事業所ありましたよ。っていうことがありますけど、で、ですので、そういったような、特殊な、扱いのやつ、ですから、今言っちゃった。そう。電報ね。怖いね。本当は性っぽくなるね。とか、バイク便みたいな感じのものが、新書ですけど、そういうような、いわゆる一定の価格以上のやつで、700円以上だったからで、その受け取ってから直接それだけお届けしますよっていうようなサービスだけは、まあ民間でもできる敷居が高いですよ。で、一応一般信書便事業だって一般に開封してないわけじゃないよっていうのが、役所の言い分でございますからね。一応、ね、事業を始めるにあたって10万本以上でしたっけ、ポストの設置ね。これ言っときますけど、ポンって立てるって簡単にそうに言って、すごく大変ですからね。例えば、ヤマトが提携してる、それこそ、セブンイレブンとファミリーマートと提携してますけど、に、とりあえず全部ポスト置いたって足りないのかな。うん。で、っていうくらい、相当な数が置かないといけないし、そのために借地料とかかかってくるわけですよ。あれ。うん。
ですかし、その ポストのね、管理維持費とかっていうのはね、言うてね、バカにはなりませんからね。うん。ね。結構あの、ポストはね、あの、剥がれ、色が剥がれてきたりならないし、結構ね、私がね、局で働いてた時にもね、ポストがね、折られたってありますからね。車が突っ込んで、ポストがバキッと折れたってこと。あ、そうですよ。うん。でね、その場合はね、大変なのがね、あの、そのポストが取り集めができませんっていうね、あの、やつをね、認可取ったりするのがね、非常にね、大変なんです。ほんまかいなって、本当お金ってなってしまうわけですよね。何せ、あの、役所なんで、すごくそういうね、イレギュラーに対してね、めんどくさいんです。っていうね、ところとかもあったりしますけど、まあ、一応ね、そういうような感じで、すごい敷居が高くてね、誰が参入するにはそんな、それでね、黒字にもならないような事業に誰か参入せなあかんねんやってね、なるわけなんですけど、一応そういうような感じで言い訳してますよね、っていうことで。まあ、とりあえずこんな感じ。新書ってのは大体、まあ、通信に当たるようなもの。ね。物をただ送るだけだったら基本的に大丈夫ですよって言うんですけど、じゃあ、あれなんですよ、ややこしいのか、添え状がいいっていうところがややこしいんですよね。うん。あの、無風の添え状なら、これに該当しませんから、入れといて大丈夫ですよっていうふうになるってね。U パックで例えばね、U パックでのは何かちょっとね、特産品とか送りましたよと。それに対してね、この度はお買い上げありがとうございましたとかってよく書いてあるじゃないですか。あの、ね、地方のね、あの、農家から直送のやつとかって書くとね、農家の人がね、あの、一筆書いてくれてね、この度はご購入ありがとうございます。また買ってくださいねとかって書いてくれたりするのありがたい、あるじゃないですか。ああいうのいいじゃないですか。なんですけどね、あれもね、ギリギリなんですよね。で、あ、もうこっから変になってくるともうね、楽器の言い訳みたいな感じですけどね。あの、あれが、封筒の中で封を押さえて、のり付けされた状態で入っておったら、これは新書に該当するんですね。なんですけど、無封の状態でね、入っているものに関しては、あくまでも無封の状態で、そういったメッセージカードが入っている場合には、ものがメインというふうな扱いと見なすことができるっていう法的解釈があるんで、その場合には、新書に該当しないの。同じ文章が書いてあってもね、ものわけわからありませんけどね。まあ、いろんなね、ところが絡んでますんでね、まあ、とにかく学校法も法ということでね、こういうのもね、改正していくのをね、あの、放置してたっていうのがね、一つね、あの、政治にね、興味を持っていただくね、あれになったらいいかなと思うんですけど、こっちはメインチャンネルですね。そういうのはね、サブチャンネルの方でありますんで、よかったらそちらの方から、またサブチャンネルにもご興味いただければと思います。ということで、ざっくりね、ざっくり言うとこんな感じです。もっとちょっと専門的になると思うとね、ちょっと調べたりするのも相当時間がかかりますんでね。まあこれぐらいにしておきたいなと思います。ということでね、これぐらいで締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。